はですね、第3位に。なぜですかね、そんなにいいですかね、山口。なんかちょっとか、それが感動やね。日本時間の今朝、ニューヨークタイムズが発表した2024年に行くべき52カ所。独自の情報をもとにランキング化したもので、1番目は皆既日食が見られる北米、2番目はオリンピックがあるパリ、そして3番目が山口市です。記事では歴史がありながら混雑することなく街を楽しめると評価されています。山口の魅力にようやく世界が気づき始めたなというふうに感じてるんですけどね。まあそれちょっと思わず村岡知事も笑みがこぼれます。市内に住む人たちも山口市には魅力があると話します。まあ、自然が豊かで、まあ、人も少なくて落ち着いたところがいいなと思います。みんな人が優しいし、もう分かんなくて人に尋ねるとみんな教えてくださるし、人がいいのと景色がいいのと。ニューヨークタイムズは街の中にある湯田温泉や7月に行われる山口祇園祭などを紹介していて、コンパクトな都市で気軽に歴史が体験できるなどと評価しています。そして注目は市民も誇るあの国宝です。山口市でいいところって、まあ、あれよね、瑠璃光寺ね、それは、世界的に。ニューヨークタイムズでは瑠璃光寺五重塔について美しい庭園を併せ持つ国宝だと称賛しています。他に紹介されていたのは落ち着いた雰囲気に包まれた毛利元就の菩提寺、東春寺、そして寺の中にある水の上釜などです。そして記事の中には中心商店街にあるコーヒー店も記載されています。こちらの店には先月記者が訪れたそうです。取材に来られた方が持ってきた名刺です。ニューヨークタイムズ東京みたいな。本当にみたいな。長くみんなに親しまれてるからこそ、ちょっとピックアップしてもらえたのかなと思ってます。たくさん海外の方が来られるんじゃないかなというふうにワクワクしてます。はい、そういうコーヒー片手にいろいろ巡っていただけたらなというふうに思ってます。ちなみに去年は岩手県盛岡市が世界で2番目に選ばれています。盛岡市によると新型コロナの規制緩和も相まって外国人の宿泊数が前の年から急増したということです。